つなぎれ橋は、長野県飯山市大技、聖館あざ新町大技、木島あざ、安田の千曲川に架か,かる、長野県道38号飯山の沢温泉線の、橋町304メートルの桁橋。つなぎれ橋上飯山市街地と対岸の安田地区を結ぶ。古くから、両岸に綱をかけ、それをたぐり寄せて渡る安田の私があった。これは、第四次川中島の戦いで、 上杉謙信が越後に退却する際に、この私で綱を切ることで追撃を免れたとの伝説から綱切れの私とも呼ばれ、現在の共鳴の由来にもなっている。1873年に、飯山町の有志5名が、発願人となり、私の約20メートル上流に、有料の船橋である乗船橋が架橋された。この橋の開通によって、川西の全港寺街道に変わり、 安田赤岩を経由して立が、花、豊野、長野方面への交通が増加した。しかし、度重なる水害で、経営難に陥り、下見の地群会が経営を引き受けた。その後1910年に県に移管され、船橋と木橋の金剛橋に改装され、安田橋と名を変えた。昭和の不況化で、国の旧農土木事業を受けて、安田橋の掛け替え計画が持ち上がった。 1934年に着工し、1935年8月9日に、公費24万937円を費やして、開通した。島町70メートル、橋町283.6メートル、福音5.5メートルの単純ワーレントラス橋4連に、掛け替えられ、つなぎ入れ橋の名になった。福音教書。 河川改修に支障をきたしていたことから1980年河橋計画ができ、1986年度に着工され、1990年7月に、急橋の上流側約80メートルに完成した。急橋は、翌1991年に撤去され、急橋の親柱にあった橋名板と設計図の4枚は、県から飯山市教育委員会に送られた。 新橋の完成とともに、歩行者を北風と雪から保護していた吉津張から、化学繊維のネットに役割が継承された。ありがとうございます。